皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。1月も中旬を過ぎるとバレンタインチョコレートをいろんなところで見かけるようになりました。今日はカルディに行ってバレンタインチョコレートを買ってきたので、購入してきた商品をご紹介したいと思います。2500円以上でこちらの袋もいただくことができました。早速中身を開けてみたいと思います。では一番気になってる商品から開けていきたいと思います。これね、チョコレートの上にカルディって書いてあるハンマーがねついてるんですけれど、これがオリジナルフルーツデコレーションチョコレート、税込みの1134円で 88g 入っています。説明書によるとですね、ここに説明書きが書いてあるんですけれども、ビターな味わいのクーベルチュールチョコレートにドライフルーツやナッツをデコレーションしました。ハンマーで好きな大きさに割って食べます、ということなんですけれど、ちょっとね、面白いですよね。中を開けてみますとこんな感じですごく映えますよね。チョコレートが中はね、どうなっているかというと、板チョコですね。思ったよりも薄いかな。このくらいの薄さです。思ったよりも薄い、軽いですよ。でこれをハンマーで割って食べる、これね、ついてるハンマー珍しいですよね。このハンマーで叩いて割る、ちょっとハンマーで割って、ハンマーで割らなくてもね、手で折れます。手で簡単に折れる。ナッツとかフルーツとかが乗っています。こんな感じで薄くてね、こんな味わい、すごいなんかまろやかな感じがする。割って食べるっていうところがいいところなのかな。ちょっとフルーツの、このフルーツのところを食べてみようかな。薄くね、ドライフルーツをスライスして乗せてあります。あ、みかんの香りがすごい、フルーティーなチョコレートになる。ナッツのところとこのフルーツのところはベースのチョコレートと同じ味なんですけれど、ちょっとね、風合いが違う感じがします。このね、トンカチもどっかにバレンタインが終わるまで取っとってもいいかな。そんなに強くないかな。ちょっと飾りとちょっとこう映え感覚で、お友達とか彼と彼女とかでこう割って食べながら楽しむのにはね、とってもいいと思います。次がベルギーカップチョコレート 70g の4個入りで537円です。とってもね、可愛いパッケージですよね。中を開けると、あ、かわいい、ちょっとひっくり返ってる。こんな感じのカップのチョコレートが入っています。カップのチョコレートが入っていて、こんな感じになってます。白っぽいチョコレートと黄色っぽいチョコレートと、上にこうトッピングのチョコレートがね、違う感じですね。中半分食べたらこんな感じ、全部チョコレートなんですけど、下のチョコレートと上のチョコレートが味が違うので、混ざるとね、すごく美味しいです。それと上のこの、あの粒々、これが歯ごたえがあってとても美味しいです。いろんなね、味が楽しめるので、このチョコレートケーキも可愛いですよね。次がこちら、これオレンジの形してるのを去年買ったんですけれど、今回はね、板チョコにしてみました。そのオレンジの形をした、このオレンジ丸いね、あのオレンジの形のチョコレートをトントンってハンマーで叩くと、オレンジの形の一つずつのチョコレートが出てくるっていう感じだったんですけど、今回は、あ、これは板チョコですね。こういう感じになっていて、後ろはくっついています。で、前がもうオレンジが重なっている感じで、これはね、一個ずつ取ることはできないですね。割るのもちょっと硬い、冷蔵庫に入れてたからかめっちゃ硬いです。硬い。こんな感じで半分にはポキッと折れますね。これもチョコレートはみかんの形通りにはいかないかな。あ、すっごいオレンジの匂いがする。
チョコレートなんですけど、オレンジ風味です。これもね美味しい。1個ずつなってるのもいいですけど、お値段がね1個ずつなってるのは高かったんですよね。でこちらの方はテリーズチョコレートオレンジタブレットといって 90g で税込み321円です。だからお手頃価格ですよね。こんな感じで1個ずつは取れないけど、ちょっと割って食べるとオレンジの、このオレンジのこちらのチョコレートと同じ味がします。これはね大人にも子供にもいいし、ちょっとね味が違うのでおしゃれな感じのチョコレートです。次がこちらですね。棒状になっています。これがトリアノンスティックチョコレートラッテマキアート味です。変わってますよね。ホワイトチョコレートにコーヒーフレーバーのフィリングが詰まったチョコレートらしいんですけれど、中を開けてみます。中を開けるとこんな感じで、もう一個箱がある感じ。めっちゃおしゃれ。これすごくおしゃれですよね。こういう感じになっています。お花みたい。1個ずつ開けると、はい、こうやってちょっと置いといて、こんな感じで斜めにしても可愛いし、1本ずつはこんな感じですね。1本長い。これはちょっと大人の味かもしれない。マキアートの味がする。で中にコーヒーが、コーヒーのちょっとした苦味がね、プーッと後味できます。これは大人の味かな。1本ずつはね、とっても軽い感じなんですけど、どんどん食べ進められそうな、なんか手が伸びてきそうなチョコレートです。ちょっとね、変わっていたので購入してみました。次はこちら。これは自分用に美味しそうなのでと思って購入しました。箱を開けるとな感じで、ハワイアンチョコレートみたいな感じ。普通のチョコレートがねいっぱいこんな感じで入っています。カーラのカルロッタヘーゼルナッツチョコレートで、これはダーク味の方で 133g 入って税込み429円です。ちょっと割高ですかね。こんな感じですね。ナッツが中に入ってるみたいなんですよ。で中のクリームもナッツみたい。中を割るとこのような感じ。なんか富士屋のルックチョコレートのナッツ味と似てるけど、ちょっとね後味苦い感じがします。大人の味。これもコーヒーとかにも合う感じがします。これはねとっても美味しい。でナッツの食感も、ここの中に入ってるナッツの食感もものすごくいいです。いかがでしたでしょうか。本日購入してきた商品は以上となります。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。